トゥリオプスコングレガンスマサヒロ、トゥリオプスコングレガンスマサヒロ、目を三つ持っていて群れになる、というロボットです。このロボットは、普通のロボットとちょっと違いまして、一匹でいるときはブラブラ歩きをしています。もし仲間を見つけると寄ってきますが、決してぶつかることはありません。またそれぞれは全く平等に作られていて、この中にボスはいませんし、外からコンピューターで全体を集中制御しているわけでもありません。にもかかわらず何匹かが群れをなし、先頭が群れを先導し、他はそれに従っているのです。この様子はボスのない動物の群れに非常によく似ています。これがその三つ目、群れ作りというこの虫の姿です。なんとなく鳥に似ていますね。アヒルのようなもんです。はい、目が三つあります。正面の目、正面の目に、遠くの仲間を、見つけますと追従します。両側の目は、視野は広いが感度が悪いです。そこに仲間を見つけますと回避します。 IC を約50個ほど背負っています。昔の真空管換算で約1000本ぐらい。頭の赤い、ところから赤外線を出しております。胸のところに、フォトダイオードがあって、発光ダイオードがありましてピカピカやっていますが、それは仲間を追従しているモードを表しています。 CMOS のおかげでこんなに小さくまとまりました。今一匹の挙動を目にかけます。気まぐれに動いている状況ですね。ランダムウォーク。方向、一歩きの長さ、そういったものがランダムで、自分が持っている MK 列発信機で制御しています。直進、右回り、左回り、停止、そういったものがランダムになっています。気まぐれに動いている、まさに自然の動物そのさながらであります。どこへ行くという当てどもないわけです。目標もありません。気まぐれに散歩をしているという格好です。白い線がありますが、あれはバリアです。あそこに約10キロヘルツの電流が流してありまして、それを検知して乗り越えないように、しております。はい、バリアにかかりました。そうするとああいうふうに回避いたします。またバリアにかかりました。はい、中側へ回避します。ですから柵から外へは絶対に出ません。赤外線に敏感ですので懐中電灯で、誘導ができます。胸のところが赤くピカピカしてますね。今追従モードに入っていることがはっきりしております。ちょっと右にそれましたが、あれは、一時視野から懐中電灯が外れたんです。懐中電灯を視野から外してやります。同時にバリアにかかりまして方向を変えました。2匹にして実験をしました。さあ片方が仲間を見つけました。胸のところがピカピカして追従モードです。赤はランダムウォークをしています。胸はピカピカしておりません。そのランダムウォークをしている赤に白が追従しているわけです。
赤はピカピカしてませんですね。後から来る、これがピカピカしております。この三つ目群れ作り、これは、三つのステートを持っています。第一のステートがランダムウォーク、第二のステートが仲間を見つけて追従あるいは、回避するステート、第三のステートは最高の割り込みレベルを持ってまして、バリアを検知して、バリアを回避すると、これです。2匹が正面から向かい合いますと一時停止します。それからまた動きにかかるんですが、その時相手が自分の停止よりもある程度の距離遠ざかっていれば追従します。それより前、ある範囲内に入っておれば回避します。3匹にしました。やや群れらしい挙動になってきます。白は右へ行くとバリア、左へ行くと仲間、どちらも回避しなければならないのでイライラ現象を起こしておりますが、仲間が2匹遠くへ去るにつれて白は自由になって右の方へと行くことができました。今度は大勢にしました。全部で7匹作ったわけです。なんとなく群れができてます。白、それに続く黄色、さらにそれに続く赤、一列渋滞がきれいにできています。どうしてもこの群れの挙動を見てますと、コーナーのところへ集まる癖があります。なんとなく我々動物もコーナーというところへ寄りたがるんですが、存外原因はこんなところにあるかもしれません。コーナーへ入ると人間も落ち着きますけれども、その落ち着くというのはコーナーによく行く癖が群れとしてできたから落ち着くのではないかとも思います。7匹全体の挙動をご覧ください。なんとなく今2つのグループがありますね。白に続く赤、そこの間へ黄色が入り込もうとしている状況です。左側はバリア、黄色が入ってしまいました。ある特定の距離以内にはお互いは近寄らないようにできておりますから、ぶつかることはありません。その特定の距離というのは相手から来ている赤外線を検知して、それをアナログ的に処理しております。ある強さ以上の赤外線になるようには近づかないようにできているわけです。このお互いの離合集散の姿、なんとなく片方のグループに属していた一匹が別のグループに入るとか、なんか会社と会社の間のスカウトのような気もしないではありません。はい、一列渋滞が急に応対に変わります。こういう現象も見られます。この離合集散の姿、誠に面白いと思います。
ランダムウォークという基本的な、パターンを持ってますので、全く同じ配列、全く同じ位置に、来るという確率は非常に少ないのです。まあ、極論すれば二度と再び同じ状況は現れないと、こう言ってもいいかもしれません。はい、一列ができましたですね。ごく、はい、今はバリアの電流を倍に上げました。そうすると、柵に近いところのはキリキリマイマイをします。まあ、一種のパニック状態と言っているのかもしれません。柵が広すぎるので、少し柵を狭めます。柵が広すぎるとなかなか群れが思うようにできません。あまりにも自由すぎるのですね。柵を狭めましたら、まあこういう状況です。ちょうど良い群れ作りというわけですね。まあ多少のイライラも発生します。当然のことです。ごく簡単な感覚と判断能力、それに動力を持つだけのこういったロボットたちが、高等な動物と同じような群れをなす。このことは非常に興味深いと思います。特定のものがだけが、特に能力が高いと、こういうものではありません。7匹とも、全く同じ構造。ただ、多少のその部品の特性の差、タイマーのほんのコンマ何秒といったズレ、そういったことがまた、個性に影響しております。白ハチマキの白いハチマキの虫は、先頭に立ちたがる。癖があります。赤いのはついていく癖があります。どうやら気短で人のことをあまり気にしないのがリーダーになりたがる。まあこんなことでしょう。その黄色と白色がブロックしてしまいました。お互いバリアーと相手の間に挟まれてニッチもサッチもいかない状況です。角へ来るとこういう状況が発生します。ですから環境の形とお互いの相互関係、相互位置によって、群れの挙動、それからどれがリーダーになるか、そういったことがまた決まってくるわけです。ですからこれを使うと群れというものの挙動の研究が、できると思います。コンピューターシミュレーションも結構ですけれども、こういったハードウェアを作ってやりますと、コンピューターでは現れない細かい個性とか、それぞれの違いとかその他の現象が、また我々の気につくところになるので、そこがハードウェアの良さだと思います。今度は柵の状況を変えてみます。ドーナツ型にすると、あたかも、魚の回遊式水槽のようにキリキリと回遊するのではないかと、こう思ってやりました。いくらかそのような回遊という現象もでかかったのですけれども、あまりにもそのドーナツの幅が狭かったために、まあほとんどイライラ、ニッチもサッチも身動きつかないという、まあ東京、過密都市東京のような状況が出現してしまいました。お互いに身動きが取れないと。環境というものは恐ろしいものです。
今度はドーナツでなくて円に戻します。暗くしてやるとこの虫たち眠るんです。眠ると頭の光も自動的に消えます。再び明るくしてやると目を覚まして動き出しますが、その最初寝起きの良いのと悪いのとのちょっとしたズレでキスしてしまいました。何度も言いますように、胸がピカピカ光っているのは追従モードにある状況です。すっと向きを変えてちょこちょこっと動いてパッと止まる、こういったパターン、こういった仕草は、なんとなくゴキブリに似てると思います。今までの状況をテケテケで撮りました。一匹の状況です。うわーっと走ってます。ランダムウォーク。これは2秒間に1コマ、つまり48倍のスピードで撮影したことになります。はい、懐中電灯でより誘導。2匹にしました。相手を追っかけてるところがよくわかります。それそれ。3匹です。適当にくっついて離れます。大勢にしました。どれか特定の1匹、白なら白、黄色なら黄色に注目してご覧ください。すると非常に面白くなります。2つのグループになりました。はい、柵を狭めました。ご覧のように群れが密になりましたですね。イライラが発生しました。丸い状況にしますとどこでも一緒なので動きは面白くありません。やはり四角のようにコーナーができるというのがいいと思います。三角などにしたらなお面白いかもしれません。庭の池の中で鯉が泳いでいるような、パターンですね。その決まりきった、パターンでないと、なんとなく群れを作っていると、これが面白いと思います。お腹が空いたので口からおっぱいを飲ませてもらっています。ニッケルカドミウムの電池を取っておりまして、一晩充電しますと約10時間、動き回ります。以上です。トゥリオプスコングレガンスマサヒロ、トゥリオプスコングレガンスマサヒロ、目を3つ持っていて群れになる、というロボットです。このロボットは、普通のロボットとちょっと違いまして、1匹でいるときはブラブラ歩きをしています。もし仲間を見つけると寄ってきますが、決してぶつかることはありません。またそれぞれは全く平等に作られていて、この中にボスはいませんし、外からコンピューターで全体を集中制御しているわけでもありません。にもかかわらず何匹かが群れをなし、先頭が群れを先導し、他はそれに従っているのです。この様子はボスのない動物の群れに非常によく似ています。これがその三つ目、群れ作りというこの虫の姿です。なんとなく鳥に似ていますね。アヒルのようなもんです。
はい、目が3つあります。正面の目に、遠くの仲間を、見つけますと追従します。両側の目は、視野は広いが感度が悪いです。そこに仲間を見つけますと回避します。 IC を約50個ほど背負っています。昔の真空管換算で約1000本ぐらい。頭の赤い、ところから赤外線を出しております。胸のところに、フォトダイオードがあって、発光ダイオードがありましてピカピカやっていますが、それは仲間を追従しているモードを表しています。 CMOS のおかげでこんなに小さくまとまりました。今一匹の挙動を目にかけます。気まぐれに動いている状況ですね。ランダムウォーク。方向、一歩きの長さ、そういったものがランダムで、自分が持っている MK 列発信機で制御しています。直進、右回り、左回り、停止、そういったものがランダムになっています。気まぐれに動いている。まさに自然の動物そのさながらであります。どこへ行くという当てどもないわけです。目標もありません。気まぐれに散歩をしているという格好です。白い線がありますが、あれはバリアです。あそこに約 10kHz の電流が流してありまして、それを検知して乗り越えないように、しております。はい、バリアにかかりました。そうすると、ああいうふうに回避いたします。またバリアにかかりました。はい、中側へ回避します。ですから、柵から外へは絶対に出ません。赤外線に敏感ですので、懐中電灯で、誘導ができます。胸のところが赤くピカピカしてますね。今、追従モードに入っていることがはっきりしております。ちょっと右にそれましたが、あれは、一時視野から懐中電灯が外れたんです。懐中電灯を視野から外してやります。同時にバリアにかかりまして方向を変えました。2匹にして実験をしました。さあ片方が仲間を見つけました。胸のところがピカピカして追従モードです。赤はランダムウォークをしています。胸はピカピカしておりません。そのランダムウォークをしている赤に白が追従しているわけです。赤はピカピカしてませんですね。後から来る、これがピカピカしております。この三つ目群れ作り、これは、三つのステートを持っています。第一のステートがランダムウォーク、第二のステートが仲間を見つけて追従、あるいは、回避するステート。第三のステートは最高の割り込みレベルを持ってまして、バリアを検知して、バリアを回避すると、これです。二匹が正面から向かい合いますと一時停止します。それからまた動きにかかるんですが、その時相手が自分の停止よりもある程度の距離遠ざかっていれば追従します。それより前、
ある範囲内に入っておれば回避します。3匹にしました。やや群れらしい挙動になってきます。白は右へ行くとバリア、左へ行くと仲間、どちらも回避しなければならないのでイライラ現象を起こしておりますが、仲間が2匹遠くへ去るにつれて白は自由になって右の方へと行くことができました。今度は大勢にしました。全部で7匹作ったわけです。なんとなく群れができています。白、それに続く黄色、さらにそれに続く赤、一列渋滞がきれいにできています。どうしてもこの群れの挙動を見てますと、コーナーのところへ集まる癖があります。なんとなく我々動物もコーナーというところへ寄りたがるんですが、存外原因はこんなところにあるかもしれません。コーナーへ入ると人間も落ち着きますけれども、その落ち着くというのはコーナーによく行く癖が群れとしてできたから落ち着くのではないかとも思います。7匹全体の挙動をご覧ください。なんとなく今2つのグループがありますね。白に続く赤、そこの間へ黄色が入り込もうとしている状況です。左側はバリア、黄色が入ってしまいました。ある特定の距離以内にはお互いは近寄らないようにできておりますから、ぶつかることはありません。その特定の距離というのは相手から来ている赤外線を検知して、それをアナログ的に処理しております。ある強さ以上の赤外線になるようには近づかないようにできているわけです。このお互いの離合集散の姿、なんとなく片方のグループに属していた一匹が別のグループに入るとか、なんか会社と会社の間のスカウトのような気もしないではありません。はい、一列渋滞が急に応対に変わります。こういう現象も見られます。この離合集散の姿、誠に面白いと思います。ランダムウォークという基本的な、パターンを持ってますので、全く同じ配列、全く同じ位置に、来るという確率は非常に少ないのです。